ってねえようだな。偉そうに他人の運命を語ってる場合じゃねえんだぞ。この村の人たちって全員奴らの仲間なのか。全員が盗賊団の一味には見えねえんだけど。いい子にしていろ。手足を折られたくなかった。随分と上からの物言いじゃねえか。何や悪い話。それでもあの星のために体を張ろうだな。悪い話じゃないな。近くにいたのは2人。あれが依頼人の勝負さんとよもぎさんだと思う。